こんにちは、たけチャンネルです、今回はですね、アゴアラモデルズの、007DB5 の制作の続きやっていこうと思います。はい、で今回でパック5ということになりますんで、ステージ31から38までの作業をやっていくっていう形になります。はい、なので、まあ、今回もちょっとね動画長くなるかもしれないですけれども、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたらパック5は、ステージ31からになりますので、ステージ31のリアシャーシの取り付けにをやっていきましょう。で入ってる部品はこのパーツになるので、このパーツを、前回のねこのシャーシに取り付けていきます。で取り付ける向きはねこういう向きでくっつきます。ちょっと邪魔だな。こういう向きでくっついて、で裏側からネジで固定します。あ、ちょっと待ってよ、買ってきたドライバーが維持力がないじゃないか。あれ、落としたのどこ行った。うまいか。あ、当たった。で使いにくかったからドライバー新しいの買ってきたんですよ。ドライバー新しいの買ってきたんですけど、維持力がないので、普通大体市販のドライバーで磁力ついてるの多いんですけどね。はい、同じね。でつけたんで、ここをネジで固定します。メーカーは一緒なんですけど、ちょっとグリップが太くなってるやつを選んだのと、あとまあ前のやつがねだいぶちょっと先っぽがへたってたんで、もうネジが滑りやすくなってたんでね、ちょっと慎重してこれで作業がしやすくなるはず。はい、こんな感じで固定仕上げたら、これでステージ31は終了なので、次の作業いきましょう。はい、続いてステージ32はリアアクセルの組み立てということで、リアのホーシングですねの組み立てをやっていきます。はい、でまあホーシングのパーツこう上下分割になってるんですけど、こっちが金属でこっちがプラ製になるので、こっちの金属製の方にいろいろパーツをつけていきます。はい、でまずはこの、ピンキャップっていうこの白いこの樹脂製のパーツ、この樹脂製のパーツをここの溝にセットするんですけど、この穴が外側を向くようにセットしてあげて、でここにこの長いピンをブスッとこっちから差し込む。ここはね説明書見てたらちょっと何どうなんのかよく分かんなかったんですけど、ちょっと組んでみないと分かんないかなって感じなんで、こういう形でピンキャップに、このピンのこの抜け止めローレット加工されてる方を差し込みます。で反対側も同じようにここにセットしてこれを差し込む。これ結構硬いんでね、よいしょ、こうやってしっかり奥まで入れてあげます。これがね、ここがこう動く理由がねよくわかんないんですよね。こんな感じで動くようになってます。はい、そしたら次に、今のこのパーツの後ろに、このデフカバーをセットするんですけど、向きがね、この突起がここのくぼみにはまるように、ここのくぼみにはまるようにこう向きでセットしてあげて、でここ2箇所にネジを PS11 のネジを入れてあげると、この皿付きのビスですね。でこれセットしてからビス入れろって書いてあるんですけど、多分こっちの今セットしてない状態でネジ入れて、セットしてない状態でネジをねじ込んであげて、で場所にセットしてから最後締め付けるってやった方が多分楽だと思うので、こういう感じで位置を決めてここを締め込む。よいしょ、
ここにねはめた状態だとねネジが斜めに当たるんで多分ちょっと入れにくいと思うんでね、こうやってセットします。はい、次次。そしたら、この上にこのカバーというか上半分をかぶせるんだけど、この時にねこのデフカバーが、さっきつけたデフカバーが若干斜めについちゃってる、ついちゃってるな、よいしょ、デフカバーがちょっと斜めについちゃってるせいで入んないので、少し緩めて、これどう、少し緩めすぎた、ちょっといい塩梅になるぐらいの締め具合。ここをね目いっぱい締めちゃってると、このデフカバーがこっちに倒れ込んじゃって、今この上半分がつかなかったんですよね。よいしょ。でこういう感じでいい塩梅になるところにしてあげたら、ここを DS02 DS02 のネジで固定。ネジで締め込んであげます。よいしょ。こことよいしょ、こと、よし、はい、こういう形、こういう形で締め込んであげます。で、あと、ここ。ここの真ん中。ここを PS25 で固定って書いてあるので、PS25 の方は、相手がね、プランになるんで、タッピングビスになってますね。間違えないように気をつけてやりましょう。よいしょ。はい、こういう感じ。はい。そしたらこれでステージ32が終了なので、次ステージ33に行きましょう。はい、では次ステージ33、右リアブレーキディスクの取り付けをやっていきましょう。はい、で入って部品こんな感じになってるんで、まずブレーキを組んでいくんですけど、このパーツとこのパーツかな、このパーツとこのパーツを組み合わせます。で、この穴、この R の刻印の上に開いてる穴とこのピンの位置を合わせて、こういう形でセット。こういう形でセットしてあげて、で、続いて、このパーツとこのパーツをこう合わせるのかな？ちょっと分かりにくいな。で、こう合わせてあげたら、これとこれをこう合わせるのか。で、さっきの、こっちのこの4つの穴と、外周に開いてる4つの穴とこの4つの穴の位置を合わせて、でここを、PS34 このちっちゃいビスですね、 PS34 を使って固定と。これはネジサイズが多分違うよな、まあ、いけるか、よいしょ、ネジはどう、よいしょ。ね、画像付きでね、説明書画像付きになってるんですけど、PDF でね、なってるんですけどね、画像だとね、いまいち分かりにくいことが結構あるんですよね。なんで、やっぱり実際にやってみないと分からんっていう部分が結構多いですよね。よいしょ。で、よいしょ。こういう形。だからね、これ僕、このブレーキ回らないと思ってたんですけど、ちゃんとね回るような構造になってますね、これね。ちょっと構造は複雑な構造ですけど、こんな感じで。ちょっと待ってよ。はい、そしたら次に、ここにブレーキキャリパーですね。ブレーキキャリパーをここにセットして、でここを PS21 を使ってブレーキキャリパーを固定。
しょ、こことよいしょで、ね、ブレーキキャリパーを固定してあげます。はい、そしたら、このブレーキキャリパー、これ R って書いてあるんですけど、こう見てこの出っ張りがある方を上に見てこっち側につくと、でこのさっきのこのピンをここに通してあげてでここにセット、まあつくようにしかつかないですよ、ここはね。でここ上下2箇所を PS14 で固定。ここで固定ね。はい、こんな感じ。こんな感じで固定してあげます。はい、これでね、一応ブレーキディスクはちゃんと回る形になってますね。はい、そしたら、ちょっと向きを変えてあげて、ここの部分に、このアームホルダーをここにセットする。よいしょ、こんな感じ。こういう形でセットしてあげたら、これを、ピンで固定。ピンはこれ全部一緒なのかな、サイズ。ピンが4本同じものが入ってるんで、このピンで固定すると。で、ピンをこの下から入れてあげて、あ、ライチペン忘れた。で、ここでペンチを使ってギュッとはめ込む。ここね、ここにピンを入れてあげます。はい。で、次に、このアーム、このアーム、両方一緒かこれ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、不安。番号が違うんだけど、どっちがどっちかわからんな。あ、ごめんなさい、書いてあった。番号が違うだけで、この2つは同じ部品だそうです。全く同じものだそうなので、つける向きだけ気をつけて、ここにセットする。このね、突起が外側を向くようにして、ここにセットしてあげて、で、ここにピンを通して、固定と。これピンで固定なんで、間違えるとね、後で修正大変なんで、間違えないように気をつけましょう。ここと、これが今ボトムの方ですね。ボトムの方をつけたんで、次このアッパーも同じように、この出っ張りが外を向くようにしてつけてあげたら、こうピンを通すと。で、厚みを、はい、こういう形にしてあげますね。はい、で次にこっち側の面からこのショックアブソーバーを差し込んであげて、ここを PS11 で固定。ピン1本余ってるけど大丈夫か。ここで固定してあげます。はい、そしたら、これで今回の作業は終了になるので、次34に行きましょう。はい、そしたら34は、左のリアブレーキだったんで、やること反転でも全く一緒なんで、ちょっと飛ばします。はい、もう終わらせました。で、次ステージ35の、リアサスペンションの組み立てに行こうと思います。はい、で入ってる部品こんな感じになるので、このスプリングをまずこのショックアブソーバーにセットします。ショックアブソーバーにセットしてあげたら、ちょっとねこの辺全部避けてあげて、ちょっとここテーブル狭いな。で、あちこち PS11 を使うので PS11 を開けておく。よいしょ。そしたらこれでシャーシを出してきて、で、ここですね、ここにスプリングがはまる形でセットするんですけど、このアーム
このアームは、ここの前に、前のここの隙間に入るようにしておきます。こういう形にしてあげたら、これを押さえて裏返して、でここにねグッと合わせてあげると、ネジが貫、あの消化装置がここを貫通するので、この上を11で固定すると、ここが抜けなくなるので、こういう形にしてあげます。あーちゃあちゃあちゃあ。でこっちも同じようにして、ちょっとよっ、はい、こういう形でセットしてあげます。はい、そしたら次に、この、コントロールアームかな、コントロールアームをセットしていくんで、ちょっと1本避けて、で1本ずつね、ここに、ここ、ここね、ここの穴にセットする。穴が2つ開いてて、それぞれね、上と下が別々で刺さるんで、ここにセットして PS11 で固定。固定というか抜けないように止めてあげる。で、上側も、上側というか下側もここにセットして、ここで止めると。こういう形。で反対側も一緒ですね。反対側も同じように、よいしょ、一応合わせてセット、よいしょ、よし、はい、こういう形、こういう形でアームをセットしてあげたら、これでねサスペンションがこうやってストロークするようになります。こんな感じ。ただ、このまんまだと、このサスペンションのね、横方向の剛性がないんですよね。これが。横方向の剛性がないんで、この後、そこを補強するパーツをつけていくんですけど、まずその前に、このドライブシャフト、日本語で言うとプロペラシャフトですね。なんかね、ドライブシャフトって国によってね、呼び方が違うんですよ。国によってというか、日本と海外で呼び方が違うんですよね。日本だと、ミッションとデフをつないでるシャフトはプロペラシャフトって言うんですけど、海外だと、ドライブシャフトって言います。で日本だとデフとか、デフとハブをつないでるボルシャフトを、ドライブシャフトって言うんですけど、海外の場合はそこをアクセルシャフトって言いますね。まあだからどうしたという話ではあるんですが、でこのドライブシャフトをここにセットしてあげたら、下から PS25 で固定、よいしょ、はい、こういう形。これはねもう固定なんで回らないですね。まあエンジン回らないから別に回る必要もないんで、でこうしてあげたら、また裏返して、で、このスタビライザーっていう書いてあるパーツ、これほんまにスタビライザーかっていう感じではあるんですが、これをつけます。で、R と L の刻印が入ってるので、 R は R、L は L っていう感じで取り付けで取り付けてあげて、ここの位置がね、ここの突起と、この突起とこのスタビライザーのリンクの位置が合ってるのを確認した上で、裏側から PS25 で、こっち側から PS25 で固定すると。ただこれ、ホーシングに固定止めるわけじゃないんで、ただ横にくっついてるってだけですね。ここね、ここを固定するわけじゃないんで、ただ横にいてるだけっていう感じですね。そこまでの再現はない。ただ個人的にはこれ多分スタビライザーじゃないと思うんだけどな。スタビライザーじゃなくてこれ油圧のダンパーだと思うんだけどな。まあまあまあいいや、はい。そしたら、これいちゃんちょっと避けておいて、次に、横リアスタビライザーバーって書いてあるんですけど、まあちょっと後で説明します。でこれ同じようなのが2本あるんですけど、ここの穴の大きさが違うので、気をつけましょう。で穴の大きさが違って、で、穴が小さい方、穴が小さい方のバーと、あとこのつけるやつの、L 字の大きい方
これを出してきて、こことここを組み合わせて、でまたここを PS25 で止める。でここは稼働する部分になるので締めすぎないように、ガタがないけどスムーズに動く程度に締めておきます。こういう感じで、反対側もこっちも同じようにここにセットして、よいしょ、こういう形でネジを締めてあげます。そしたらこう置いた状態で、真ん中にこのスタビライザーバーコネクションっていうパーツを入れるんですけど、ここの突起がね大小があるんで、さっきのね大小を合わせてここに挟み込む形、ちょっと広げてパチコンとはめる形ですね。でつけてあげます。あ、向きだ、向きを気をつけないと、こうのこうか、はい間違えた。この L 字のやつが上に出てる状態で、この突起が上になるようにしてここにセット、でこれもこっちが上になるようにしてここにセット、こうですね。これ向き重要なんで気をつけましょう。はい、そしたらまたフロアを出してきて、で A だとこう縦に置いてるんですけど、テーブルがそんなスペースがないのでちょっと横に置いてやります。で向きとしてはこうですね、こういう向きでつくので、ここにセットしてあげる、ここにセットするのと、あとここにセット、あとこのコネクションのパーツをここにセットっていう感じで、この3箇所ですね、3箇所通してあげます。で全部 PS25 で固定するのかな。じゃあここの真ん中だけ、ここのコネクションの真ん中のとこだけ PS14 ですね。裏返す前にここ止めちゃった方が多分楽やと思う。ここあれ、ちょっと待てよ、よいしょ、ここって回らなくてよかったっけ。ん、ちょっと待ってね、僕の俺の記憶とこれの構造が違うんだよな。うん、やっぱりね、あのね、今説明書通りに組んだんですけど、説明書通りに組むとここの真ん中のこのコネクションが動かないんですよ。ここの差し込みが鍵型になってて、そこにパコッてはめちゃうんでこいつが動かないんですよね。でもこれこの形ね、ワットリンク式って言うんですけど、ワットリンク式って言って、A86 の場合だとホーシングがね、ホーシングから1本出てて、で車体側にもう片っぽの反対を止めて、ここに1本でこう連結してるんですよ。でサスペンションの横向きの動きを、制限するっていう形になってるんですけど、その形式だとね、サスペンションがストロークするとホーシングが左右にずれるんですよね。でそれを解消するためにこのワットリンク式っていうのがあって、左右から2本出てて、で真ん中のこのデフケースのところに、リンクをつけてここで、締結してここで固定するっていう仕組みになってるんですけど、このコネクリンクの部分がね回らないとサスペンションがうまく稼働しないんですよね。で今こう動かしてみると、ここのねアームがねグニュって曲がってストロークするんですよ。なんでねこれ回らないとダメなんで、まあ、ちょっと別にええっちゃええんですけど、気になるから加工します。加工するってほどのもんでもない。これここはね鍵型になってんですよね。ここの突起が鍵型になってるんで、この鍵型のこの突起の部分をカットしちゃいます。カットしちゃって、こう位置が決まらないようにしてあげる。これはもう完全に僕の自己満足ですね。でもやっぱね、こういうここまでちゃんと再現してるんだったらちゃんと動くようにしてあげたいっていうのがあるんで、まあもし同じように気になるっていう方は同じように加工してみてください。そんな難しい加工ではないので、でここの真ん中をセットして、でもう一回ネジを締め直して、でここを締めすぎないようにすると
これでね、分かりにくいかな、ちょっと動画だとね分かりにくいんですけど、さっきこれストロークさせたら、このアームとこのアームの付け根のこのパーツがグニって押されて曲がってたんですよ。なんですけど、今ここを回るようにしてあげたことで、ほらちょっとこのリンクが動くの分かります？こうやってリンクが動くことでちゃんと逃がしてくれるっていう感じになりました。これがね、正しいワットリンクの動き方になります。こうやってやることで、左右から、動きを制限するんで、ストロークした時もホーシングの位置が左右にずれないっていう構造になってます。ただまあパーツ点数が増えるからっていうので、A86 とか、まあ、一般的なリジットのサスの場合は、こういう構造になってないんですよ。なんですけど、まあね、スーパーカーですからね、やっぱりあのアストンマーティンですから、この辺はちゃんと抜かりなくやってますよっていう感じになります。はい、こんな感じ。はい、で次ステージ36なんですけど、ステージ36は、ホイールの組み立てです。はい、ホイールの組み立て、あの簡単組み立ての方のホイールの組み立てと、あと標準組み立てのホイールの組み立てが来るんで、これはねもう前回しっかり説明したんで、もうスキップします。はい、ステージ37もホイールの組み立てですね。36、37がホイールの組み立てっていう感じになるので、これはスキップで、38はタイヤの取り付けになるので、タイヤを組んだところまで行きましょうかね。そしたらそこまでちょっと収録外で終わらせます。はい、で、次タイヤを組み付けた状態から作業開始、作業再開っていう形にしますので、一旦カメラ止めます。はい、そしたら、タイヤ、ホイールとタイヤが組み終わりました。こんな感じ、作業的にはねもう本当に全く一緒なので、飛ばしました。こんな感じね。はい、でちょっとだけ違うのがここの形状、ここの形状がフロント用とリア用でちょっと構造が違うんですよね。でリア用はこう3つ爪が出てて、これが、ハブに引っかかるようになってるんで、形が違うんですね。でこの突起のせいでめっちゃスポーク入れにくかったんですけど、まあ、なんとか入れたんで、これをこのリアのねホイールに、リアのブレーキと合体させていきます。でこの穴が開いてるところにこの爪が刺さるように、爪が引っかかるようになるんで、位置を合わせてバチンとはめ込む。こういう感じ、こういう感じではめ込んであげたら、次に、これを開けてあげて、これを開けてあげて、でこれは差し込むだけかな、このハブキャップ、このハブキャップをここに差し込みます。奥までズボッと刺すだけですね。よ、はい、結構渋みあるんですけど、こうやってしっかり奥まで差し込んであげたら、その上にタイヤスラッシャーってこのパーツ、この手裏剣みたいな形状のパーツをここにつけます。で一応説明のところに書いてあるんですけど、このタイヤスラッシャーはクラシックデザインです。後の工程で異なるパーツに交換できるオプションがありますっていうことなんですけど、まあとりあえずこれをつけときましょう。これをね、あの伸び縮みするピンの先端にギュッと押し込んであげる、こういう感じになります。であのスライドするのが何の意味があるのかわからんって僕言ってたと思うんですけど、これでやっとはっきりしたんですよね。これがね、よいしょ、これがニュッと伸びて、あれですよね、あの並走してる車のタイヤをね破壊するタイヤスラッシャーっていうのになるっていうギミックのためのこのピンでしたね。はい、こういう形になってます。普段はこういう感じでね、普通に、スピンドルみたいになってるんだけど、こういう感じで出てくるっていう形になります。はい、そしたらこれで、今回の作業は全て終了っていう形になります。はい、なので、今回の動画はこれで一旦終了っていう形にさせていただきます。でまた次の号がね届きましたら、また紹介させていただきますので、続き見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。
あと、いいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。